もうケーキを買うなんていうボケはするんじゃねえと一番恥ずかしい客だ一番俺が今一番恥ずかしい客になるやっぱその休みの日とか、うんうんうん、なんだろうな本当に1日に1個しかできないというか歯医者行くって思ったら歯医者行ったらもうあと何もしない芸人になってなかったら本当に他の人に行った可能性があるはい、というわけで本日のゲスト、はい、ラランドの西田さんです。おはようございます。おはようございます。西田です。お願いします。よろしくお願いします。西田さんといえば、はい、読書芸人にご出演されてましたけど、ね、クズ読書の二刀流でクズ読書の二刀流94年生まれ大谷世代なんで私も何か二刀流をと思いましてアメトークの読書芸人は、はい、手応え的にはどうだったんですか。読書好きで本っていうその一個ツールというか話すテーマがあるんでやっぱ楽しくは喋れましたね。なるほど、はい、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。なるほど。じゃあもう今日はですね、はい、実は我々今高田の馬場にあります王林堂書店さんに来ていますので、はい、一緒に本屋を回ろうじゃないかと。いいんですか。いいんですか。勝手いいんですか。勝手いいんです。はい、ありがとうございます。で企画の説明なんですけど、はい、まあ、今回本屋ついて行っていいですか、はい、という企画でして今から西田さんに1万円を渡すので、はい、まあ、その1万円で自由に買い物していただくという企画になります。1万円でかいですね。1万円ありがとうございます。なんかあの今までたくさんの人に出てもらったんですけど、はい、一番嬉しそうかもしれない。1万円でかいですね、こちら1万円分の図書カードになります、はい、あら、はい、図書カードになった。図書カードになります。ランジャタイの栗崎さんのせいですけど、ね、王林堂さんで絶対本を書いて買ってください。はい、はい、行きましょう。違う、栗崎さん。え、ダメしてます。一部ありますね。一部そこからちょっと運用パンとか買ってますね。パンとか買っちゃわないと栗崎さんのせいで企画が窮屈になりつつある。で今その図書カードなんですけど、はい、あの旧タイプの磁気式図書カードっていうもので、はいはい、あの購入していただくと、まあ、いろいろキャンペーン応募できますよとやってますので、ぜひ皆さんお家に図書カードある方は買ってください。お得なんですね。お得なんです、はい、キャンペーンがあるから、はい、なるほどなるほど、はい、なんで今回そちらの1万円分の図書カードで買っていただくということで、はい、分かりました、はい、もうケーキを買うなんていうボケはするんじゃねえとこれでどんぐらいボケていただけるまたね別にこれでボケ終わるかも思いが変えるんだから早速回っていきましょうか。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。普段結構本買われるじゃないですか西田さん。本買いますね結構。一回本屋行かれた時って大体どんくらい使われるんですか。1万円ぐらいね使いますね。あ、本当ですか。月に1回か2回ぐらい行って、はい、1万円ぐらい買ってって感じですね。相当じゃ買われてるっすね。結構買ってますだから人からもらった1万円で買うとなると普段買わないの買っちゃいますよね絶対そう。あ、ちなみに一応国崎さんの国崎さんのこれだ。こちらにこういうポップで今出してもらってます。出てるんだ。出てます。あれ俺の読書芸人のポップ読書芸人のポップは探します一応放送からまだ1週間ちょっとくらいなんで全然あるはずかな。あるはずだな。あるかな。あ、違うか。ここら辺店員さんに聞くか。店員さんに聞きます。あの読書芸人のラランド西田というものなんですけども、すいません、ようこそ。アメトークの読書芸人のポップとかって出てたりします。そうない。ですか。ちょっと待ちくださいませ。ちょっと待って。あるかな。あ、すいません。すいません。すいません。あるのかな。でも。でも SNS のトレンドとかめっちゃ入ってましたよね。そうですね、今回もまた。ありがたい。絡みとかあります？営業とかで一緒になることあるんで、ちょこちょこ。どうなんですか。芸人さんの中でやっぱ絵を描かれるイメージってあるもんなんですか。秋山さん。秋山さん、そうですね。なんか結構移動中とかもなんか描いてるイメージ。新幹線乗ってるとか。あ、そうなんですね。見ると絵描いてるイメージあるか。他の芸人さんの本とかチェックされたりするんですか、西田さん。あんまり意識的にあれですけど、うんうんうん、
例えば加納さんの小説だったり、おお加納さん、エーマスの加納さん、はいはいはい、ま、又吉さんの小説、あめちゃくちゃ好きなんで、最近出されたじゃないですか、又吉さんの、はい、はいはいはい、あれはもう買われたんですか。あ、そうです。お笑い芸人さんの書籍が並んでいるところが向こうになるんですけど、はい、ここにあと何があったか、ちょっとこれなかったらはずいですね、ちょっと。あ、ここにあると、はいはいはい、はい、特殊。いや全然、あの、なるほど、すいません、お仕事に戻られる、ごめんなさい、すいません、すいません、全然大丈夫です、すいません。一番恥ずかしい客だ。一番俺が今世界で一番恥ずかしい客になる。そしてここはなかったっていうパターンですね。最後でも逆にポップ書いて帰るっていうのもありかもしれないですね。逆に勝手に書いて書いて帰るありだな。じゃあ買おう本、はいはい、じゃあいろいろ見ますか。ちなみに気になってるものとかあったりするんですか。気になってるやつで言うと、村上龍さんの、あ、最新長編小説 YouTuber、 これ買いたいなと思ってました。うん、ちなみにどういうところで気になってたんですか。村上龍さんがやっぱシンプルに好きっていうので、毎回出るたびに追ってはいるので、はいはい、そのちょっと村上龍さんこれは買おうかな。これ買うか。人からもらった1万円1600円、あ、自分の金の使い方と人からもらった金の使い方ってか違うからな。こちらはずらりとありますが、神原木さんですね。ちょっとそこ私からため、長編小説1200枚、いやかなり分厚いですね。あ、ここもう全部もらえる。あ、そうですね、村上春樹ゾーン結構読まれます。村上春樹、村上春樹さんは過去のやつをすごい掘って読んでるわけじゃないでしょ。うん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 、何読んだだろう。1984読みました。あー、1984面白いですよね。面白かった。あとノルウェーのもっと、うんうんうん、一人称ダンスもんだな、はいはい、ダンスダンスダンスはそう欲しいと思った理由的には何かあったりするんですか。これはあの小説を書かせてもらうことが最近ちょこちょこあって、はいはい、そうですよね、今年なんかこう本にしようとしてるんですけど、うんうん、小説を書く上でなんか文章にリズムがねえな俺の文章はと思って、はい、なんかいろいろ調べてたら、はい、小説文体リズムで一回 Google 検索したら、はいはい、なんかその文章の書き方みたいな本の、うんうんうん、紹介サイトみたいなのが出てきて、はいはいはい、その中でリズムのいい文章とはみたいなので、うんうんうん、引用されてた文章がダンスダンスダンス。そうなんですね。それでは、ええー、面白そうと思っていつか書いたいなと思って1年ぐらい経ってます。まあでもやっぱそれは書かれてる西田さんだからこそかもしれないです、ね、今までなんかそのいい一文に出会いたいとか思ってましたけど、はい、今はもうリズムの時代です。リズムの時代ですね。リズムなんですね。テンポ、リズム。ダンスダンスダンス買おうかな。リズム。だからあれっすよね。単純に読みたいっていうのもあるけど、その書く参考になるものっていうことなんですね。月と三分。ああ、月と三分ね。良、はい、かったんですよね。又吉さんの書かれる本のなんか良さっていう、はい、西田さんから見てどういうところですか、ね、良さ、正直そうというか、うん、正直そう、読んでて、うんうん、正直な感じですね。エッセイもそうですけど、うん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 、あとやっぱあと面白いこと言おうっていう時に、うんうん、全然力入ってない感じが好きですね。なるほど。エッセイは特にそんな感じ、うん、面白いこと書こうっていう時になんか、はい、声張ってる感じなんで、ボソボソ言ってる感じ。なるほど。それやっぱ西田さんの書かれてる小説にも、はい、そこら辺のどうなんですか、エッセンスやっぱ出てるもんですか。いや、そうですね。結構人生で読んできたので、帯書かせてもらってます。あ、そうですよね。西田さんが私帯書いてます。一押しの山野辺太郎さん、うーん、
めちゃくちゃ好きな作家さんがいるんですけど、はいはい、結構その方の帯を、なんか今まで帯なんていらねえだろって言ってたんですけど、はい、帯書かせてもらうようになって、こんなに難しい文章はないぞと思って帯に文章書くって、なるほど、やっぱだからいるんだな帯っ って思い直してるんで、今小説をなんかこう、はい、しようってやってるんですけど、誰に帯書いてもらおうかって考えるとめちゃくちゃ楽しいし重要。え、ちょっとそれ今ちらっと候補を一人くらい聞いてもいいもんなんですか。今でも、はい、ライブスターの歌丸さん、はいはいはい、にちょっと書いていただきたいな。歌丸さん、うわなんかリアルっすね。そうなんですよ。好きな作家で言うと、太宰はまあめちゃくちゃ好き。あ、そうだっす。太宰は文集を集めてるぐらい好き。あ、そう、太宰治を読み始めるきっかけとかってあるもんなんすか。中学生ぐらいから、何がきっかけだか覚えてないけど読み始めて、そうなんですよ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ好きですね。そうなんです、大きい全集もあるんですけど、多分文庫の全集もあって、あ、そうなんですね。文庫の全集をね、今よくあの本屋に行くたびに探してるんですけど、あんまり見つからないというか、確かあんまり見かけたことないかもしれないです。これは正直あんまイメージないかもしれないですね。そうですね、トリオテの立て方、トリオテの立て方か本当に予定立てらんないからな。スケジュールとかどうなってるんですか、西田さん。まあ、マネージャーが彼に話が出るんですけど、なんか例えばその休みの日とか、なんだろうな、本当に1日に1個しかできないというか。なるほど。歯医者行くって思ったら歯医者行ったらもうあと何もしないから、あとまあ本当好きにするんですよ。洗濯するって決めたらもう洗濯したらもうあと何にもできない一日行ったんで一日行った、そうワンアクションで、そう、本当に人に強制されないと。なるほど。自由にすると一日行ったんで終えてしまうから、まさに今時間管理のところがいっぱいありますけどね、ここら辺とかできない、できない、これはできない、これはできない、うん、メモの魔力ね。あ、取らないでも、ね、メモ取らない、取らない、取ったことメモ取ったことないですか。どこに取ったか忘れてるし。ユーモアは最強の武器である。お、これじゃあもう私のための本が面白さだけで生きてる。面白さだ芸人になってなかった本当に他の人に言ったの100年の孤独、この、ね、100年の孤独自体はまあ読んだことあるし、はいはいはい、めちゃくちゃいい本だったのは分かっておきながら、2800円で1回読んだことある本をもう1回読むために買うかって言われたら、はい、ちょっとやっぱ、あ、なんかこう、そうですね、あれじゃないですか、確かに2800円か。いきます、今いくら、いくら買った、ちょっと確認しますか。さっき時点で3476、3476、はい、結構もう半分以上来てる、6、7割くらいいったっすね。やっぱ西田さんその本持つとちょっとオーラ出ますね。全然全然、いやいやいや、そんなこれでもちょっといいな。表紙がちょっと見てもいいですか、中目春樹さん、いい写真、確かに、いい写真、これちょっと、はい、ください、はい、金原ひとみさんですね。これどうかな、それします、これ、はい、買いたい、はい、8943円なんで、あとまあ1000円ぐらい、1000円ぐらい、1000円か、読んだことあります、金の歌って、あります。これ俺読んだことないと思うか、デビュー作も読んだことないと思う、なんですかね、正直めっちゃ面白かったっすね。そうですか、はい、買おう、400円分の、でも文具って正直使ったりする機会あるんですか。使います。あ、そうなんですね、へえ。文章を手書きでやってるから、あ、それやっぱネタのメモとかですか、ネタ帳じゃないですけど、もうそうだし、小説も、あ、全部今、あ、手書きなんですか、手書きで、上に辞書なんじゃん、辞書ありますね、うわ、
辞書。辞書欲しい。これ400円で来るタイミングではないかもしれないですけど。おお。何これ。刀が打ってます。抜いていいのかな。抜いて。抜いたら怒られるの。さすがに。なんか。いやちょっと。じゃコメント困るかもしれないです。まとめて話せる脳特性。ええー。こんなの出てんの。いいっすね。あ、いいね。サイズが。あ、これ。あ、でも。税込み396円だ。何くらいですか。いける。いける。これにしようじゃあ。これしますか。あ、さあ352。はい。あともう90円とかしか残ってない90円の商品はそうですね、じゃあおしまいかいってみますか。8点で9889円になります。図書館後で、はい、じゃあこちら購入しました。はい、こちらでございます。ありがとうございます。春木村上多いっすね。春木村上をそんなにめちゃくちゃ読んでるわけじゃないんで、うんうんうん、人の金だからっていうところも正直そうやで、新刊はね結構追ってるんですけど、はいはい、昔のやつをちょっと人の金だったら買ったろうかなっていう、うんうん、うわー全部楽しみですけど、村上龍さんダブル村上で来てんだ。ダブル村上難しいなダブル村上で、まあ俺なんか恥ずかしいな。まあ何も考えてなかったけど、これでしょ、はい、もう本当に読みたかった、うん、村上龍さんの最新長編小説、うんうん、YouTuber、これはマジで気になってたんで、これから読むと思います。うん、付箋って どういう時に使われてるんですか、こう使い道というか。小説使ってもらうんですけど、はいはいはい、その本を小説書くときに、うん、なんか、あ、マジか、こういうそのプ、ロットを考えるときにめっちゃ使うんです。すごい。ちょっとこれガチプロットじゃないですか。ガチプロットです。すごいですね。順番が入れ替えられたりとか。あ、はい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 。意外すぎるかもしれない。これで使うんです。めちゃめちゃ使うんで。付箋がね死ぬほどいるんですよ。なるほど。なんか欲しく見せられないんですけど、クヤンとも反対だね確かに。そう、これはねもうこれだけはちゃんとやってますから、めちゃめちゃちゃんとしてて今びっくりしました。そうそうそう、いろんな付箋で今、うんうん、何が使いやすいのか試してて、うんうん、今このカラーのあよくあるんですけど、はいはいはい、ありますね。ちょっとこっちで、一旦持ちつけてみようので買いました。なるほど。まあ、新しく私の本が出る、うんうんうん、7月24日に出す予定なんですけど、うんうんうん、そう去年書いた書籍まとめて角川さん出すんですけど、はい、その時は絶対にポップ絶対にポップ出してほしいな。絶対にポップ出してほしい。オーリンドさん絶対ポップ出してほしい。身内で見に来るから絶対出してほしい。動画出る時にははい、はい、ぜひ期待しましょう。ちょっとよろしくお願いします、はい。今回はラランド西田さんに出演していただき、はい、いろいろお買い物をしました。西田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。